どうも白石秀則です。 BE:FIRST の You're My Bestie が昨日投下されておりますので、私今から見ていきたいと思っております。グランピング動画でございます、パート4でございます。もうすぐね、Blissful ミュージックビデオ公開になります。曲の方も公開になります。めちゃくちゃ楽しみ。しっかりね、音楽的リアクション、グローアップありましたけど、ちょっとね、なかなか BE:FIRST できていませんので、明日ちょっとね、ティーザー7つ揃いますので、ティーザーのちょっとリアクションもしたいなと思う。でも見てないんですよ。我慢して。7人揃うまで。我慢してるんですよ。あー。というわけで、ちょっとね、まあ、トレーニーのみんながね、BE:FIRST の曲をカバーしてくれているので、ちょっとそれを見ながら、まあちょっとこう、気持ちを繋いでいるわけですけども、ちょっとこの後ね、私、ミリミリの方も見てきたなと思ってるんですけども、とりあえず私、You're My Bestie の方を、ただただおじさんが、見ていく回、お久しぶりにやっていきたいと思います。どこまで需要があるかわからないこの動画、本当に失礼こきまくりでございますが、やっていきたいと思います。だって見たいんだもん。勝手に見とけよと言われる方もいらっしゃられるかと思いますが、一緒にね、このね、ダラダラとね、ただただね、おっさんと見たいっていう方もね、ちらほら、いるという把握をしておりますので、その人たちのために、そしてこれから出会うお友達のために私は、ただただ楽しんでいきたいと思います。僕のチャンネルはそういうチャンネル。ただただ見るチャンネルよ。さあ行くよ、パート4ですね。せーの、ポチリンコ。違うね、俺が狙ってたやつしか。はい、これ何もできないね。感じていた、せー、ワンちゃんワンちゃんと、なんで花火あるの。俺も始めちゃった。おい、やばくない？2本繋がった。これやばくない？結構ねえ、時間かかるからさ、ステーキとか焼いちゃっていい？熱いよね、ごめんね。あれじゃん、完成しました。アヒージョ食べたくなったな。お米入れます。いただきます。皆さんのために毒味させていただきます。それ何？ソーセージ。早いね。食べたい。熱々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 。どうした？ Here? You want a beer, man? What'd you go here?何この最高なメニュー。わー、うまっ。シュンと、うまー。熱い。醤油は？あと、もうルーク皿一緒でいいよね、俺ら。うん、いいよ。あ、うまっ。ここも結構やばい、いい感じだよ。みんななんかさ、一番右やばそうじゃない？もういけそうじゃない？それもういけそう。ちょ、一回さ、切ってさ、中身でも一番右が一番分厚いんだよね。大丈夫だよ、油ゴミ箱に。人それぞれのあれ、ドキュメントがあるね。うわー、これやばいね、アワビちゃん。大好きだ、大好きだ、それ以上のことは。昨日めちゃくちゃ食ったけど腹減るわ。お前知らねえな。知らない。どうしようもない。あ、明日今日よりも好きになれる、溢れる想いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。君がくれた意味が積み重なり、過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡。コメントよ。僕らの出会いがもし偶然ならば、運命ならば、君に巡り合えた、それって奇跡。だから歩いて、ちょうどいいタイミングが入ってきて。いつかの君に別れ、笑ってた。シュンと、どうすんの、シュンと。愛してるじゃまだ足りないけど、やめて寄せて。みんな歌詞知ってるんだ。君の右の手の来る気ないや。ただ僕の左の手のひらがそっと包んでく、それだけでただ愛を感じていた。君が誰か目痛い。ゆっくり歩いた奇跡。めっちゃ歌詞覚えとるやん。長いな。奇跡、二人寄り添って。マジか。マジか。なんか今の良かったね。あー、いい。一応ね、俺が狙ってたやつしか。人間やばい。やばくないけど。来たよ、お肉。うまっ。マジ？待って、ティーボン。ティーボン。ノットティーボンじゃない？これトリュフソースあるから、それつけて、ちっちゃいやつ。ここにある、ここにある。豪快にトングでいくね。うまっ。
まあこれ、ほうほう、うまい、映るんですやったっけやな、うまいわこれうめぇ、ストップ、あほほほ、待って、陽気忙しいね、映画もあるし、振り向きドラマあって、振り向きイケメン、振り向きイケメン、振り向き、こっからそのエネルギーが出てくるか、逆とかいう感じなの、はい、もうやばい。のに逆にじゃない、下から入って。アワビやばい。うん。あ、今日食って。俺が作ったアヒージョ。なんか箸ないんだよ。いただきます。どうかな。アワビやべ。めちゃくちゃうまい。え、いい。やばいやばいやばい。めちゃくちゃうまい。ニンニクの量も完璧。量完璧？完璧。どれ？一かけアヒージョ。マジでうまい。みへ、トリュフソース。飲み物なくなっちゃったね。お前水じゃ火に勝てねえってエースに煽られるよ。これこれこれ、じゃ、じゃ、これ、わさび、わさび、やばいやばい、煙の量バグってる、ちょっと煙ガチで、何も見えない、カメラから、でもここが実現できたってことは、こう次、口で言ったものは目指すことになるから、海外旅行どう、次、海外旅行、うわレオ場所決めようよ、だから一周したい、一周地球、あ、いいね、こいつは黙っといてもらって、世界一周ね、あ、俺宇宙行きたい、あの月、あのお前も黙れ、前澤さんに頼めよ、黙ろう、俺が黙るなら黙った、お前も黙れハワイ行きたくね、いいね、なんか海外旅行めっちゃいいと思うんだよね、ハワイいいじゃん、なんかさ、ちゃんと観光地がいい、まずレオ君褒めよ、まずレオ君褒めよ、続ける前に一番最初に案出してくる、1ポイント海外旅行、海外旅行1ポイント、沖縄行きたいな、沖縄、沖縄、いや海、海綺麗だからさ、ハワイ行こう、海がいい、ね、泳ぎたい、わかる、でもさ、俺一ついい、ハワイとかって正直さ、プライベートでも行けるじゃん、アメリカとか、行こう、今日さ、7人とかじゃなきゃさ、あの絶対手出せないとこでも行きたくない、はいはいはい、俺マジで一個本当に行きたいとこあって、はい、フィンランド行きたい、フィンランドだ、ああ、いいじゃん、そういうの、そういうの、あとマチュピチュとか、マチュピチュとか、そうそう、そういうの、そういうの、俺スイス、ピシャのシャトー、俺スイス行きたい、スイスいいね、飛行機代、飛行機代、飛行機代は自腹で出すんで、お、ありがとう、あ、でもその代わりついてきてくださるスタッフさんも自腹、自腹になる、もちろんですけど、あ、俺はだから交渉してるじゃん、ですよ、イタリアやん、もうそれ、スイスはめっちゃ高いね、チャレンジでしょ、バカっこいいチャレンジ、あ、やりたい、あの、何それ、トランプとか投げて挟んだりとか、あ、出た、あとピンポン玉投げて5時間かけてやった、あ、面白くないやつだ、撮ってる側が、そう、撮ってる側面白くない、やってる側も辛くなってくる、はい、富士山登りたいです、俺無理ー、体動かしたいな、いいじゃん、俺もやりたい、それ俺富士山登ってみたい、だって日本で一番高いところの景色、13号とか、あ、じゃあ見てみたい、うん、あの、猟奇フィットネス、おお、あ、もう一緒にゴートレ、あ、いいじゃん、俺らさ、しばらく富士急行ってないから富士急行きたい、事務所ルームツアーする、ビルの、あー、いいじゃん、あー、ビル、ビルショー、あー、新しいボス、そのフィットネス企画とかもそこでやればいいじゃん、ついでに事務所にいっぱい置いちゃって、確かに事務所で、ええ声、ね、逃走中やりてえ、逃亡中にしよう、逃亡中逃亡中にしよう、 YouTuber 限定鬼ごっこみたいなあるよ、あー、あるね、 BMSG でやればいい、やる、あー、いいやん、まだお腹空いてますか、皆さん、ワンチャンさん、いや、もう結構いい感じっすよ、お腹いっぱい、ごちそうさまでした、サウナあるんじゃん、このここないよ、あるんよ、え、サウナ入ったらまたお腹空くんだよね、ピザ食いたいな、ピザ作ろうよ、サウナ、サウナで、サウナ後ピザ作りたい、あ、いいね、それ、うまお腹すくやん、絶対、やばい、やばそうだね、待って、やばい、取れない、落とし取れない、取れないっす、とりあえずもう、じゃあ皆さん、話聞かないんで、玉ねぎが、ちょっと僕が閉めて、サウナ行ってきます、あちひ、またさ、あ、コーヒーこぼした、あちひは、またね、バイバイ、バイバイ、なんで、なんで、ありがとう、次サウナ行くから、バイバイ、行ってきます、いらっしゃい、ごめん、もしかしたら俺しかいないかも、ヨンヨシソシソシいやいやいや、お前痛っ、こいつでそんなに痛かったの初めて、忘れてワンチャンソー、ワンチャンソー、ワンチャン、ワンチャンソー、ワンチャンソー、ワンチャンソー、あ、そういう感じで撮ってる、ワンチャンソー。
やっぱ7人が一番落ち着けるよな。ちょっと外飛び込んで。7人飛び込んでな。星めっちゃ綺麗だね。え、本当に見えてる。どれだろう。俺の知ってる星とお前が知ってる星。素直ならここにいるよ。髪短いだろ。どのくらい短い？どのくらい短い？どのくらい短い？髪短いよ。ターゲットお前だ。どのくらい短い？どのくらい短い？そうだね。そうだね。お前語り深い。そうだね。そうだね。あの初対面で何でも話し合い。なんか龍平のまた高級なやつみたいね。続編をね。付け加えんだよ。理解する一番の材料は最後に持ってくる。ロウリュウいいね。あ、サウナ3人。サウナ行きたいな。うわ、いいね、サウナ。あ、熱い。久々のサウナだからさ。ちょっと、いつもいい？いや、マジ、それが11月ぶりとか。ガチで？去年の？うん。めっちゃ久々の。止めとけ。止めとけ。もうやばいからね。もうぼちぼちいいんじゃない。いやあとね、ちょい、あと1分で。スパルタシュート。よし、行こうか。行こうか。行こう。うわーやばい。やばいやばいやばい。早く。車入っていいよ。あーへへへへへへ。やばい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 。お前、水風呂冷ますぎ。あ、待って、これやばいかも。やばいね、この空気が美味しい。うん、あー、やばい。外気浴もちょうどいいね。いや、これでもう寝れて最高じゃない。いや、やばいね、これやばそう。あれね、サウナハット。あ、はい、今どう。俺のサウナハット結構気持ちいい。うるさい、うるさい。あ、いってえ、ごめん、間違え。あ、いえ、俺、初サウナハットで楽しみデビューしていきたいと思います。僕はいつもタオルをあの巻いて入る人なんですけども。あ、そうなの。はい、うわぁいいね。お、え、これさ、深さ結構ガチでよくない？フィット感がよろしい。え、これ結構ガチでいいわ。ガチでしょ、深さ。このちゃんと厚いな、マジでさ。最高。これもさ、生地もさ、うん、全部形も深さもさ、サウナハットあんだけ買ってきたから分かることだよ。そうだよ。もう一回くらいいい？ゆるくいいよ、いいよ。熱い、耳熱い。ちょっとなんか右耳だけ熱い。右耳だけ熱い。右耳だけ熱い。熱々ピアス、熱々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 ピアス、熱襟足死ぬほど、あ、熱くね。熱々ピアス、熱々熱々。ナルトも入れてもナルト欠点じゃねえよ。もっとロールしろよ。下ばっかだよ。え、下ばっかだよ。いてえよ今。早く早く早く、熱すぎる、熱すぎる、熱すぎる。どんくらい早く、どんくらい早く、入ったほうがいい。入ってこい。親と、校長が待ってる三者面談ぐらい早い。大きいじゃない。大きいの、はい、おさらずそろそろ出ようかな。そうだね。最高すぎるって。今回最高。え、両辺だって入ってないんじゃない。ビーファースト。正直やばいわ、これは。やばいね、これ。このサウナ、普通にレベル高いよね。ね。なんか、ドームまでも意外と早かったじゃん。だけどさ、世界ってもんとさ、ちょっと現実味あるけど、またなんかさ、わかる、デビューしたての時の気持ちもね、なんか似てない。なんか、ずっと行っちゃうよ、世界。不思議な感覚。なんか、自分の人生じゃないみたいな。ちょっと他人事というか。うん。変な感覚だよね。面白いや。人生。何が分かるか分かんねえ。それが人生だぜ。やるもんじゃやらないもん。こっちの自分だ。魚人からって奥義ぐらいか。うわ、ワンチャンソード。魚人ソードのしっぽりのみリンサウナということでね、ということでやってまいりました。しっぽりのみフットワイプなんだね。まだね、 お酒入ってませんが、お酒を入れる、前の特別番外編ということで、はい、湯河原の今サウナに来ております。はい、いやどうですか今日一日の。あ、みんなとね、7人で久々にバーベキューとかしちゃったりして、はい、夏の
催し始まりのなんかこう匂いがしちゃったりして、まだ春の訪れなのにもかかわらずちょっと一足先に夏を体験させてもらっちゃった感じ。はい、どうですか。本当に今日から暖かいんだよね。あったかったね、マジで。今年マジ昨日まであったここまで暖かい日ってなくて、なくて今日から暖かくて、服装困んなかったけど何にしようみたいな、なんか天気見た時さ、なんかちょっとさ、え、急に暖かくなるよみたいな、でもいや信用できないしみたいな、これってどんぐらいだっけっていうのがさ、で湯河原でこれはどうなんやろみたいな、風とかあんのかなとかさ、森山の上とか寒いのかなって、バーベキューだから臭くなれないみたいな、頭の回転が早い同士だから会話の間が早い、ちょっとだけいつもよりおしゃれじゃないかもしれない、了承ください。そんなことないよ、全然ダサかったよこいつは後で消しときますいやいや、いつも通りでしょ、いつも通り。久々だなこれ、こういう感じ7人で。しかもサウナあったのやばいね今回マジでね。なんかさ、ほんと最近さ、正直忙しすぎてさ、うん、なんかどこで息継ぎすればいいんだろうと思ってたけどさ、なるほどね。なんかやっぱ来たわお前らと7人でする息継ぎ、さあ今4対3で分かれてたじゃん。はい、で両機の方の2人がさ、もうサウナ終えちゃって、終えちゃったっていうか、もうなんかもう燃えてった燃えてった、燃えてった浅草行きたいね。行きたくね。浅草飲もうよ。浅草いいよ。何軒も行きたいね。分かる分かる。あの浅草のはしご、あのさ、外のなんかさ、ホッピー横丁みたいな。うん。ってことが。違うさ、あの、自撮りで行くないかよ。はい、今日は浅草行ってきました。あー、いいね、いいね。置いて、こうやって二人で行く。あ、めっちゃいいね、それ。やばい、福岡の重鎮が来た。かっこいいぜ。うん、ギャル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 。おー。マナート。大丈夫ですか。あ、ちょっと寒いから早く、早く入って。あ、ごめんごめん。違う。なんで入んなかったんだ、あいつ。なんで入んなかったんだ。えぇ、ー、どうぞ、入った方がいい。入った方がいい。お前最悪。マジで。おい、RPG すな。早く入って。頼む。寒い。今、せっかく、あともうちょい。あともうちょっとで。お前らのせいで。お前ら最悪。暑いよ。てめえが開けたからだよ。どうすか今日の撮影は久々になんか3人で肩の力抜いてバックトゥバックした感じですけど、あっ抜けた力。ああ、なんで北の国か。ワンチャンス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 。このサウンド熱くない？普通に回り方最高。モナトのソロ曲ワンチャンスだったらマジでどうしよう俺ちょっと嫉妬するかもしれないえ、じゃあ許可は取る以上。ああ、将軍著作権、ワンチャン総著作権か、将軍に入ってもらうか、ちょっとまさかのメンバーと外れてソロでやるのにメンバー一人入ってくるところでさ、編集点作ろうとしよう。5年後の電話室をってもういいって。わっつぁ5年後ね。でもリアル3年後とかってさ、あちゃ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 全く分かんない場所。正直、来年も正直分かんないじゃん。わかんない。まあなんかあの計画としてあるけどさ、うん、やりたいことになってるのかどうかって。てかでも正直多分 BE:FIRST を受けた時の俺らの感覚だよね。今こうなってるなんて、ふわふわな状態で5年後ね。27か。5年後 30 やばどんぐらい権利持ってるの30歳の自分って権利、うん、何をどんぐらいできてるようになってるんだろうって。ああね、ステータス、そう、なんか動かせるぐらい、一グループの力、なんか動かせるぐらい力はついてるのか。確かに。そういう YouTube 企画も熱いよね。まあね、確かに。1年間やってこれができたってことは、1年間でさらに加速していったら、ここ来て
改めてアジア旅行したいんだよね。韓国とかも言うて行きたい。行きたい。旅行じゃなかったしね、あれは。うん、でもマジでフィンランド行きたい。サウナやばいね。ガチさ、サウナ、なんかファーストフード店の隣にサウナあったりするから。そうです、そうです、店のね、公式の。そう、出るかな。出るか。落ち着くね、この二人。フィン、フィンした、急に。オッケー。ただただおじさんがちょっと今日マジでラジオ感覚で聞けたね。なんか落ち着くね。いやー、ちょっとこの後俺トレーニーのミリビリも見るわ。いやー、ちょっとBE:FIRSTが足んねえ。俺の中で足んねえから。もうすぐBE:FIRSTウィーク始まります。明日は T ジャン7人揃ったら俺リアクションしたいし、いよいよ曲出ますね。レッスル楽しみです。というわけで、ダラダラ白石秀則がヤバイベスティ温泉グランピング編パート4を見ていきました。白石秀則。